丸尾とモフコのもう一匹の兄弟に会いに行きます。ヒカキン TV Every Day。 マルマル本当におもちゃ好きね、あんたたちね。黒ミミズ大好きね、黒ミミズ。ほら、もっちゃん。ほらほら、黒ミミズだよ。もっちゃん、もっちゃん。というわけで、ブーン、ハロー、YouTube。どうも、ヒカキンです。本日は、歴史的な日です。以前、1年前くらいに、実際に丸尾とモフコのお父さん、お母さんに会いに行ってきたんですけど、今回は、兄弟です。そう、実はですね、丸尾とモフコにはもう一匹真の兄弟がいるんです。僕は実は知ってはいたんですが、どこの誰と暮らしているのかっていうのは、もちろん分かりませんでした。そんな中、突如私ヒカキンに連絡が入ったんです。その内容っていうのが、ヒカキンさん、うちの猫丸尾とモフコにびっくりするくらいそっくりなんですっていうね、メッセージをいただいて、まあでもそういうのって結構よくあることじゃないですか。似てる猫っていうのはいるからくらいで思ってたら、何度も何度もメッセージを送っていただいて、ヒカキンさん、あまりに似てるなと思って調べたら、生年月日一緒ですって言うんですよ。それを聞いて僕はもう、これは間違いないって思って、そこからさらにこう血統書、あのお父さんお母さんとか、あの血筋が見れる血統書を確認したら、なんと完全に丸尾と智彦の本当の血のつながった兄弟でした。だから同じお父さんお母さんから同じ日に丸尾と智彦と生まれてる幻の3匹目、もう1匹の兄弟に、今日は丸尾と智彦連れて実際に会いに行きたいと思います。準備いいかい？生まれた瞬間しか会ったことないでしょ、もっちゃん。会えるよ、兄弟に。どんな子かね。喧嘩ならんといいね兄弟ってわかるといいな。ね、もっちゃん、ダンゴムシになってるよ、もっちゃん。ダンゴムシになってるよ、もっちゃんもっちゃんね、回転、まん丸になってる、ダンゴムシになってる。あれ、もっちゃん、なんかこうやってくっついてるの好きになってくれたな、嬉しいな。はい、丸尾さん、準備いい？てか、重た、丸尾。重た。さ、丸尾、モフコ、準備いいかい？兄弟に会えるよ。ね。それじゃ、準備していきましょう。わー。さあ、兄弟会いに行くよ。丸尾さん。ミミズに遊んでる場合じゃないんだよ。兄弟に会えるんだよ。もっちゃんもほら。モフコもほら。兄弟会えるよ。ほら、もっちゃん。今、丸をパンチしたでしょさあ、行こう。準備していきましょうよ。あら、あらあれれれれれ、まるまる、またワルツストロング。かわいいから許すわ。自分からバック入ってくっていうね。あんた久しぶりだから入るの怖がるかなと思ったら、自分から入ってっても会いたいんやね。かわいい。そんな中、もっちゃんはというと、液体化してます。とろけてるね。では、もっちゃんから。もっちゃん、行くよ。はい。はい、もっちゃん。久しぶりの。おお。もっちゃん、洞窟マスターだろ。よし。洞窟大好き。はい。もっちゃん、確保。そして、あとは丸尾さんだけだ。ほら。丸尾さん。って言って、これが、強制的に。強制丸。丸。また悪さするんか。あ、すっぽりいったわ。丸を確保。よし、行くぞ。さーて、よいしょ。ばあさんは川へ洗濯に。じいさんは山へ。丸丸。もふくもふく、行ってきます。ブーンブーン。はい、今向かってますが、ちょっと丸尾が荒ぶってます。丸尾、もっちゃんは一回も、あ、
大丈夫大丈夫大丈夫よ、マロウさん。もっちゃんは一回も泣かない。もっちゃん楽しい。もっちゃんまあね、外行くことないからね、ほぼ。マロウビビっちゃうんだよね。大丈夫、すぐ着くからね。大丈夫やって、マロウ。またビビるんか。大丈夫大丈夫、出すわけにいかないから。これほら、あの水泳の時の帽子みたいになってるね、マロウさんね。ほら、水泳帽ってなってる。チクチクチクしてる。マロウ、マロウ、よいしょ。ほら表マロウ、もう本当にもう世話に焼ける子だわ。マロウ、マロウ、ほら、ここここ、いい子いい子して、ほら、マロウ、待て。ダメよ、マロウ。ちょっとね、怖がってるんで、いい子いい子して。動きがおかしい動きがおかしい、力がおかしい。ちょっとこうやってね、リラックスさせていきましょう。マロウ、マロウ、マロウ、ここは車の中よ。あれはい、危ないよ、挟まっちゃうよ。はい、ピュン、ブーンブーン。はーい、ということで到着しました。この扉の向こうにマロウとモクコの兄弟がいます。で、マロウとモクコはまだちょっと別のとこにいてもらってるんで、まずは僕だけ会いに行ってみたいと思います。兄弟との対面まで3、2、1。またマロウさんするんか。あら、あなた、でっかいね。ちょっとびっくりしてる。こんにちは、はじめまして。大丈夫だよ。やばい、触り心地とかが全部もっちゃんだ。ちなみに今、飼い主さんもあのカメラの向こう側に来てくださってるんですけど、この子は男の子、女の子？男の子です。男の子、マルオと一緒。気になるお名前は？モシャです。え、モッチャン。モシちゃんなんだ。やばい、オスのモッチャンだ。でかい、毛並みがいいね。かわいい。なんかさ、ちょっとマルオが入ってるんだよね。鼻の色とか白い部分とかマルオの色して。モッチャン。いや、もうモッチャン、モシャモシャ、モッチャンよりモシャモシャしてる。モシャ、あのね、初めて会った時のお父さんと同じ感じがしてんだよね。壁向きにこうやって。モッシャンは恥ずかしがり屋。これお父さんと同じリアクションです。モッシャン。これはモッチャンと見分けがつかなくなって、モッシャンを連れて帰っちゃうかもしんないね。お、やっぱ丸尾に見える、たまに。ねえ、あんた毛短く切ったら丸尾でしょ。ねえ、ちょっと丸尾だよね、モッシャン。やっと落ち着いてきたわ。ちょっと最初ビビってたんだけど。いやー、モッシャンさすよね。ふわふわだね。なんかね、こう触った感じがすごいモッチャンなんですけど、なんとなくね、こう毛がすごいから大きく見えるけど、ちょっと丸尾の方が中身が大きいかもしれないです、実体が。大丈夫、丸尾とモッコ呼んで。ちょっと怖い、兄弟だから大丈夫だよ。ちょっと邪魔してみよう。どうかな。秘密兵器、いつも使ってるおもちゃだそうです。モッシャン、ビビっちゃってるね。うん、ちょっと緊張しているようだね。帽子みたいになってるけど。マッシャ。ちょっとね、僕がやっぱりちょっと見知らぬなんか大男みたいな感じで怖いのかもしれないんだ。仲良くなろうや、マッシャ。これも何かの縁やで。マッシャ。だいぶリラックスしてきた。じゃあ抱っこしてみましょう。あ、軽い、マロウより軽い。あ、いい子だね。うん、モッシャン。あ、パンチが。あ、モッシャンパンチ、モッシャンパンチだ。モッシャンパンチが入ってるんですよ、この首に。モッシャン、お前下ろせっつって。持ち方下手でごめんね、モッシャン。じゃあね、マロウとモッコ呼びますかね。大丈夫でしょう、もうパンチが入ってるんだけど首に。ブーンブーン。それでは、いよいよ、マルオモコ、降臨、呼んできます。あー、ドキドキすんね。
こっちが丸尾、こっちがもっちゃんです。そしてもっしゃ、もっちゃんです。もっしゃん、丸尾、もっちゃん、もっしゃん、いくよ兄弟、感動の再会まで3、2、1、ファイヤー。ほら、兄弟のもっしゃだよ、もっしゃ、通称もっしゃん、丸尾、もっしゃんだよ、もっちゃん、もっしゃんだよ、丸尾、これ、もっしゃん、これもっちゃんじゃないから。クンクンしてる。丸尾、攻撃しちゃダメよ。兄弟だから大丈夫。ちょっとオス同士だからね。マロ撤退。これはモシャの方が強いんではないか。マロさん、モッちゃんは出てきません。はい、出ておいで。ほら、モッシャンだよ。ほら、モッシャン。あ、やばい。モッちゃん、兄弟、兄弟。あ、でも喧嘩しないね、やっぱね。ふってなるだけで。ほら揃ったよ。ほら、三兄弟なんだよ、あんたたち。ねえ、三兄弟。よかったね。よかった。大喧嘩になる可能性もあるかもしれないと思ってたけど、全然喧嘩しないわ。よかった。なんか家族とかってね、匂いでわかるらしいんだよね。わかるの？あんたたちは。今なんかこれ空気の読み合いをしてるんだよね、多分ね。猫語でね。オス同士だからな。どっちが兄ちゃんかはわかりません。これが弟に見えるよ、でもなんか。メルメル。モシャモシャ。もっちゃん、もっしゃチャレンジ。もっちゃん、ほら、もっちゃんは多分大丈夫よ。女の子でよっか弱いから。ほら、で、実はですね、今回もしゃくんにプレゼントがあるんですね。マロさん、実はとっておきのプレゼントあるんだよね。それを持ってきましょう。ほら、もっしゃもっしゃ先生、これでぜひ。モシャ先生、これ丸尾とモフコとお揃いのスーパーニーの猫用の食器です。今度からね、これでご飯が食べれますから。これ丸尾とモフコのやつも持ってきてるんで、3人で打ち上げだよ、打ち上げ、宴だ宴。ほらモシャ、ほらキャット来たでしょ。すごいでしょ。よかったね、よかったね。あそれでは打ち上げや、再会の宴や。ぴょん、はい、もちゃ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 で、モシャがこっち。ほら、どうぞ、こっち、マロ、そっち、こっち、モシャのやつ、はい、こっち、マロ、これ、マロ、これ、マロがモシャのやつ食べる。ほら、モちゃん、これだよ。あれ、モちゃん、いつも食べてんじゃん、これ。モちゃんが、モちゃん、打ち上げに参加しないそうです。あやっぱ、男はよく食うってことか。あ、モシャも食べた、全部。モちゃんだけ食べない、緊張により。あれだって、モシャはね、肉食だからあんま魚食べないんだって。だからほら、このマグロのチュール食べないで、鶏肉のチュールだけ食べて。てかなんか、チュール食べたらいきなり動き出したぞ、モシャが。これなんか普通に半日くらいで仲良くなれそうなんだけどね、この感じだったら。隠れてった。モッちゃんが気になってんだよね、ずっと。自分の分身ではないかと。マルオさんは家と勘違いしてます。マルマル、かわいい、かわいい。お前気にしてないんだよね、マルオ。すごい見てんだけど、なんかでもね、この感じで言うとマルオはね、うん、俺のが強いわっていう感じを思ってるかもしれない、こいつは。そんな感じでしょ、あんた。マルオさんが一番なんかリラックスしてる感じなんだよね。もうシャンはちょっとマルオの威圧感にやられてる。お、活発になってきたよ。マロ、モシャ、本日の主役、あ、バトルはダメよ。あ、ほら、マロの威圧感により明らかにモシャの方が高く見えるんだが、モッチャはなんでそこにいんの、あんたは。あ、来た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 、お、すごい。あー、三兄弟。おー、茶色い三匹、いいね。起き上がってるね。あー、もっちゃん、もっちゃんも家モード入ったね。これ家じゃないよ。これ今気づいたけどさ、フォームが一緒なんですよ、これ。丸尾のこの定番のフォームはこうやって左手だけ出してるんですけど、これね、もっちゃんね、毛で見えないんだけど、これ実はこの左手だけ出してます、これ。毛で見えませんか、ね。
やはり同じニュートラルポジションがあるんやね。もっしゃもっしゃまるまる。そして土の子がいます。土の子もっちゃ床に同化してるね。似てるね、あんたたちね。双子だね。そっくりね。あら、直線上にいるね、あんたら。すごいね。コピペみたいになってるよ、お前のさん。ね、まるまる。もちゃもちゃもし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 ゃ。もちゃもしゃの順ですね、これはね。まるもちゃもしゃ三兄弟やね。まるもちゃもしゃまるもちゃもしゃ。あーすごい、超ふわふわで超無臭。もっちゃんよりふわふわだな。あーまるで綿飴のような世界が。もうなかなか会えないからね、もっちゃん。匂い嗅いでおこう。もしゃもしゃやね。もしゃもしゃ。嬉しいな、このもっちゃんの毛持って帰ろう。あ、もっちゃんが、もっちゃんのトイレに。もっちゃんがトイレから出てこなくなったね。もふこと一緒で狭いとこが好きなんでしょうか。トイレは綺麗じゃないとこよ。ね、もっちゃんのおしっこの匂いとかしてもなんか大丈夫なんだね。あ、こういうすりつき方、これはもっちゃんと一緒。共通点多いね、本当に。もっしゃもっしゃ。もっちゃん気にしてないもんね、お前ね。もふこと仲良くなりましたね、これは。これね、もっちゃんスーパーサイヤ人計画ね。すごいんだよ、ほら見て、ライオンより毛あるよ。見てこれ。もっちゃん、今回あんたモップだよ。すごいね。モフコなんてもんじゃないよ、毛量が。あんた、こうやってほら。毛の塊だよ、これ。いきなり現れたら。すごいね。ああ、すごい。プニプニだ。なんかね、どっちかっていうと丸を寄りな肉球してます。そう、しっとりしてんな。丸はちょっとカサカサしてるからな。保湿できてるね。いいね。いやー、こうやってね、すごいリラックスして打ち解けた頃にお別れの時間なんだな、もっしゃん。元気でな、もっしゃん。またいつの日か。もっしゃもっしゃ。まるお、ほら、そろそろお別れの時間よ、もう。もしゃもしゃと。じゃあねってもう、分かってんのかな。それじゃあ帰るよ、まるお、もふこ。はい、はい、もふこ帰るよ。さあ、それじゃあ、まるお、もふこ、家帰ろう。もっしゃんに会えてよかったね、もふこ。さよなら。間違えた、これはもっしゃもっしゃ。てなわけで、今のは冗談。ありがとうもっしゃん、また会う日まで。じゃねーもっしゃん。わーもっしゃもっしゃ。よし、あ、こっちが本物、こっちが本物のもっちゃんです。なるもっちゃん、もっしゃに会えてよかったね。帰ろう。来たか。ブーンブーン。ただいま。よかったね、兄弟に会えて。もう悔いはないでしょね。あ、よかった。これでね、以前父ちゃん母ちゃんにも会えて、兄弟にも会えて、バッチリだね。もうね、はい、のんびり暮らしましょう。はい、いってらっしゃい。はい、安心できる家やで。で、最後にね、これもね、すごいもん公開しちゃいます。せっかくのね、機会なんで。あー、その名も、まるおもふこもしゃの生まれたばっかりの、今まで皆さんにお見せしたことがない超ちっちゃい時の写真をお見せしたいと思います。いきますよ、かわいいよ。だから最初に丸尾が家に来た時のあのちっちゃいさよりももっとちっちゃい時の画像です。そう、最初こう丸尾を家に迎え入れるって時に、まあ、ネットで探すわけですよ。どの子にしようかなとかね。僕はその時にもう模写の存在は知ってたんですよ。それでその時に保存しといたんですよ。やばいでしょ。それではいきます。まずはモフコの生まれたばっかりの超かわいい姿がこちら。そう、目がね、青いんですよね。で、ほら、ちょっとでも面影はあるけど、もっちゃんは生まれたてこんな顔してたんですよ。かわいいね。ちょっと困ってるのね、この感じ。ちっちゃい感じわかるでしょ。ちょっと困ってる、かわいい。
もっちゃん、こんなちっちゃい時あったんやで。覚えてる？可愛いでしょ。そして次は今日ね、会ってきた模写の小さい時の写真いきます。生まれたばっかりの模写が、あ、こちら。おもっちゃんっぽいよね、やっぱりね。ただもっちゃんよりやっぱりちょっと白いんだよね。で、手がね、ごついんだよ。やっぱオスだから。比べるとこんな感じ。もっちゃん、もっしゃん、もっちゃん、もっしゃん、もっちゃん、もっしゃん。で、これね、今だから言えるけど、正直ね、僕ちょっと迷ったんですよね。もっちゃんともっしゃんで、なんだけどやっぱオスとメスかなと思って、もっちゃんになったっていうところですよ。はい、それでは最後にメルメルの生まれたての姿、これやばいよ、お見せします。マルオの生まれたてホカホカちっちゃい姿まで、3、2、1、ボーン。これですわ、これですわ。そう、僕は当時これを見て会いに行こうって決めたんですよね。で、可愛いに決まってるやろ。まあ、これより大きくなってるんですよね、大体会いに行くと。もう可愛い、大きくなっても可愛いに決まってるやろと思って、ほら、この角度かわいい。これマロ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 、かわいい。今となったらあんなでかくなって。で、こちらはね、マルオを初めて抱っこした時の画像。ポン、ちっちゃい、ちっちゃい。これでね、あの、この子にしようって決めたんですよね。ほら見て、これ片手に収まっちゃうの。そう、これで、あ、この子です。運命感じましたっていうね、シーンですね。初めて出しました。あともう一つ、マルオを初めて見た時の動画があるんですよ、こちら。めちゃめちゃ元気いいのよ。そう、元気もいいし可愛いし、すごいでしょ。こんな風にいたんです、マルオって。はーい、てな感じで盛りだくさんな動画でございました。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ、その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。 Twitter と Instagram は丸尾もふこの写真や動画もアップされますので、ぜひ最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ。登録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 。